健康調査課の本田と申します。記者会見の司会をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。この記者会見では、本日の検討委員会での議論を踏まえての検討委員のご所見等についてご質問をお受けいたします。質問につきましては、まずは座長に受けていただき、委員の方からお答えをいただきます。質問については本日の議事の順番にかかわらずお受けいたします。終了時刻は午後5時予定でおりましたが、若干1回延びましたので、15分程度延長ということを考えてございます。5時15分終了ということでお願いいたします。限られた時間の中で多くの方からの質問にお答えするため、お一人で一度に何問も質問することのないよう、原則として一人一問といたします。関連質問がある場合のみ、最初の質問に対する回答の後に1問のみとさせていただきます。より多くの方が質問できますように、皆様方のご配慮をお願いいたします。1巡目終了した後、2巡目で次の質問を受けたいと思います。また、すでに出された質問と重複する質問をすることは避けてください。なお、質問は簡潔にお願いいたします。円滑な進行にご理解とご協力をお願いいたします。質問される際には挙手を願います。私がお指ししますので、係の者はマイクをお持ちします。所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。また、委員の先生方におかれましても、お名前をおっしゃってからご回答いただきますようお願いいたします。まずはじめに本日座長から一言お願いいたします。はい、本日ちょっと伸びてしまいまして申し訳ありません。スムーズな記者会見の進行にご協力をお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速質問をお受けしたいと思います。ご質問がある方は挙手願います。じゃあ2列目のこちらから2番目の女性の方、すみません、福島テレビの藤井と申します。星社長に伺いますが、甲状腺がん検査でチェルノブイリの事故は4、5年後に甲状腺がんが急増したという背景があると思いますが、影響の判断に2巡目以降の分析が重要だとされていると思います。で、今回、がんまたはがんの疑いとされた方が3巡目の検査では4人、そして2巡目では前回より2人増えて71人でしたけれども、この数字の意味合いについて、原発事故との因果関係について現時点ではどうお考えでしょうか。はい、本日の検討会の中では、それについての具体的な今までの判断の変更というようなことに関わる議論をしておりませんので、これまでのと私は同様の判断をさせていただいています。確かにあなたが今おっしゃっていただいたように、2巡目3巡目の検査の結果、その分析がとても重要だと思っていますが、現時点では個人の影響が考えにくいという、これまでのコメントといいますか、これまでの評価を変えるような議論はしておりません。次の方よろしいでしょうか。じゃあこちらから4番目の女性の方。NHK の麦田です。よろしくお願いします。資料7の甲状腺がん症例の把握についてという議論が今日あったと思うんですが、この議論を踏まえて今後検討委員会としてどういう議論、どういう方針で、どういう議論を進めていくのかということを教えていただきたいのと、この問題に対する星先生のお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。資料7の時にもお話をしたんだろうと思います。今まで、把握ができないというようなことで言っていた症例についてどう考えるのかということについて、整理が必要だということでは、深いじゃないですか、今日の検討会の中で、共通認識を得たといいますか、みんながそうだということで理解をしたんだと思います。で、その上で私は2つのことをいつも言っていますが、強制的に、つまりこの調査の結果をより精度を高めるために強制的にデータを持ってくるみたいなことは私はしえないと思っていますが、やはりこの県民健康調査の、特に甲状腺検査の結果をどう分析していくかという中で、症例の取りこぼしというのはできるだけ少ない方がいいだろうと、そのためにはどんな仕組みが取り入れて、個人のプライバシーを守った上でですね、それをどういうふうに提供してもらうのかということについてこれから考えていくことになると思います。ただ非常に秘匿性の高い、匿名性の高いものであります、医療データ、医療情報というのは、これらについてのプライバシーを十分配慮した上で、できる限り集める方法についてできないか、考えていけないかと思ってますし、その際、資料8で出ていましたサポート事業というものと、どんなふうな関わりを持たせることができるのか、8にありましたサポート事業の、対象や考え方の変更なども含めて議論していくことになるだろうと思います。よろしいでしょうか。次に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあこちらから1列目、左から1234番目の男性の方。NHK の鍋島と申します。今の質問と関連する質問なんですけれども、これは県に対してお伺いしたいんですが、その保険診療で甲状腺がん症例の把握についてどうするのか、これはある種その制度の信頼性が問われるような状況になっているのではないかと思うんですけれども、今日は県は資料7で論点を整理して紙を示しましたけれども、いまいちその県としてその問題意識がちょっと見えないような気がしておりまして、県としてこの状態をどのように認識しているのか、ぜひお答えください。はい、県としてということですから、県としてお答えいただきます。県民健康調査課の鈴木でございます。今回議論いただいたところは、これまでの県民健康調査の範囲内ということでございましたので、本日、宿題を頂戴したところでありまして、今後、検討させていただきたいと考えております。下竹、お願いします。これから検討するというお話でしたけれども、3月下旬に報道があって、今、2か月以上経過していると思うんですけれども、この間、どういった議論をされて、今、どのような検討をしているのかということも、もう少し教えていただけないでしょうか。これまでも甲状腺検査の在り方につきましては、検討委員会評価部会でご検討いただいてきたところでありまして、これからもですね、ちょっと座長と相談しながらですね、どういう調査方法があるのかということについては検討させていただきたいと思います。はい、次に質問のある方、よろしいでしょうか。それでは一番端っこの人の、はい、フリーの正野と申します。ありがとうございます。先ほどちょっと津金先生に聞いたことを、福島医大の方にお答えいただければありがたいんですが、津金先生は部会の方で2014年6月時点に。データでですね、男子だともう90倍、女子だと52倍だということで、疫学的な分析を発表されて、ただしそれは35歳までのがんを先に、検出しているという結果を出されて、その後まだ、そのデータの更新をしていないのはなぜかと伺ったところ、今の、福島医大の、データの公表の仕方では、その精度が悪いので、その計算ができないと。で、常識的に考えれば2014年の6月時点の、発症の数からするともう随分増えていますので、その男子だと92倍というのがもっとものすごい数になっていると思うんですけれども、それができないというのが福島の、そのデータの取り方、出し方が悪いということなので。で、今日もですね、もうデザインがどんどん、研究デザインがどんどん変わってきているということもありますので、そのことも含めて、福島医大の方にデータの出し方について、ちょっとどの辺が悪いと自分たちでは思っていらっしゃるかということも含めてお願いします。はい、今の件は、本日の議論では特に議論しなかったようですけれども、もしお答えいただけるのであれば、みたいなことはお答えください。先行検査の間と、本格検査2回目に関してですけれども、もちろん受診率とか性別とか年齢で整理しないといけないですし、それ以外にですね、検査した時期とかがずれていきますので、そういうのを補正して検査していかないといけないと思います。で、それは解析になりますので、先行検査、それから本格検査が2回目が確定したら、もちろんそちらに合わせてですね、やっていくというふうに予定しています。はい、若干、よろしいですか。はい。では、ご質問ある方、本日の議論に関する質問ということで、質問の方も簡潔にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、すみません、アワープラネット TV の白石と申します。今日ですね、3巡目の検査結果が浜通り、中通りと、4つのブロックに分けて公表されている件についてなんですけれども、つい先日、実は3月末に、先ほど来お話があった保険審理の問題があったので、この検診の甲状腺検診の研究計画、福島県立医大の研究計画を全部、情報開示請求 させていただいたところ、多分ですね、3年前ぐらいに研究変更を行って市町村別に公表するということで同意書を取るという形に変更されているかというふうに思います。で、今神谷先生が研究責任者で大鶴先生が主任かと思うんですけれども、それを確認していただいて、確認できましたらその一両日中にでもやはり市町村別に公表するというような方向でお願いできないでしょうか。ちょっと県立医大の方にその研究計画との整合性でお答えいただければと思います。本日の議論では私が整理したつもりです。で、その整理については先ほど述べた通りなんですが、議題の方で何か補足で説明することがあればどうぞ。研究計画は、ちょっと先ほどもお話したように、論文とかの公表のやり方の問題はありますので、それでまたこの検討委員会での公表の仕方とちょっとまた違うと思うんですけれども、ごめんなさい、研究計画自体、ここで公表することを前提とした二次検査のような研究計画で、むしろそれ以降のですね、症例についての研究計画というのは提出されないという状況にあるかと思います。そういう意味では、わざわざその時市町村別という変更を出したのは、こちらでですね、市町村別出してほしいという意見があって、それによっての変更が実施されたというふうに認識していますので、むしろもちろんなんていうか、この会議の中でどうするかということは検討しようがあるかと思いますけれども、そもそもそれによって同意を取っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っていますので、それが確認されれば公表していただくのが妥当かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。それどうなんですかね。何かコメントがあればどうぞ。確認は取りますけれども、とにかく今、検討委員会での公表資料に関しては、住民の皆様からのいろいろな声があって、でしかも同じような検診データの公表、あるいはそれ以外のがん登録の公表され方とか、ガイドラインとかと比較して、県とも協議してということで、こういう形になったということで、またちょっと我々としては、これがいいやり方だと思ってやっている、公表させていただいたということです。先ほど私が申し上げたとおりですね、検討委員会としては、もちろん市町村別に出してほしいという意見もある中で、今回については、数の問題、その他があるので、今回はこの形で受けるということを申し上げました。で、皆さんの合意を得ましたので、検討会とすればですよ、この日両日中に出されても困るわけでありまして、我々とすれば、もし出していただくということになるとすれば、検討会を開いていただいて、その場に提出をしていただくということになると思います。はい、続いて質問いかがでしょうか。じゃあ、すみません。3列目の男性の方、3番目かな。読売新聞社の服部と申します。IARC のことについてお伺いしたいんですけれども。これはいつどこに来るのかということと、あと座長が以前言われていたその専門家の会合と同じイメージなのかということと、それとその IRC が来ていろいろ議論した結果と今後の検討委員会の議論がどういう関係性があるのかというところを教えてください。はい、ありがとうございます。いつについてはですね、関係者がですね、国会対応で書いちゃいましたので、多分明示はできないと思いますが、私のイメージとすればそう遠くない時だと思います、そう遠くないというのは2年後、3年後、ちょっとありませんということだと思いますが、ちょっとそれは私も責任を持って答えられないので、ごめんなさい。でイメージは、私が持っているイメージにほぼ近いです。で、前にも述べたとおり、それは今回のデータの評価をしていただくということではありませんし、非常になんていうんですかね、非常に貴重なケースだと思うんですね。ということは前例がなくてわからないこともたくさんあるという中で、今まであるさまざまな知見を整理をして我々が求めている今後の方向とかですね、評価の仕方、その他についてのアクセレーションをもらえればというふうに思っておりますので、我々がその結果を受けて直接的に何かをどうこうするということはきっとないと思います。我々の議論に、参考にさせていただくといいますか、議論をする上で必要な国際的な、共通認識というようなものを提示していただいて、もう一つは我々が丁寧にその内容については福島県民を中心にですね、丁寧に説明をしていくというようなことにつなげられたらいいなと、そのように考えています。はい、続いてよろしいでしょうか。それでは1列目の5番目、女性の方。ありがとうございます。LCM プレスのしどりといいます。よろしくお願いします。今まで、男女比のことに関して前回からご説明をいただきありがとうございます。で、がん登録のデータで男女比が、思春期前後で1対1に近づくということを前回ご説明にありましたので、国立がんセンターのがん登録のデータ、1975年から2012年までのデータの男女比を出したのですが、思春期前後で1対1に近づくという数字にはなりませんで、1から、3から4、1対3から4、もしくは1対2などの数字ですので、どのような計算で1対1に思春期前後近づくのかというのを、口頭ではなく何か資料や、数字などでお示しいただけませんでしょうか。これ長年議論に上がっていたもののご回答としてちょっと理解ができませんでしたので、よろしくお願いします。はい、先ほど説明のあったことに関してでしょうから、大鶴先生ですね、お願いできますか。がん登録のデータの思春期より若い方に関しては人数が少ないので、はい、ですけれどもまとめていただくと分かると思うんですけど、もっと思春期以降の年齢ですね、に比べて男女比はそれ以降は思春期から急激に女性の方がですね人数が上がっていくんですけど、それ以前は必ずしも他の上の年齢の比率よりも1対1に近いという値だと思いますが、がん登録のデータは0から4歳、5から9歳、10から14、15から19で、思春期10から14から15から19の値を10から14と15から19の値を比較していただければと思います。はい、それだと1対3もしくは1対4にしかならないんですね、どの年齢、1970年代ですか。はい、そうです。なので1対1に思春期前後近づくというご説明が、がん登録のデータを計算しましたので、ちょっとこれは分かりませんでしたので、それはもう一度こちら今データが持ってないので、ご説明していただければと思います。はい、検診で男女比が小さくなるエビデンスというのもちょっと見当たりませんで、さまざま甲状腺のガイドラインを見ましても、やはり男女比に関しては、20代でも1対から3で低年齢はまれだということしかありませんので、その件のご回答としてもう少し詳細なご説明を口頭ではなく紙で、どのようなエビデンスからそういう口頭のご説明に至ったのかをお示しいただければと思います。よろしくお願いします。要望です。次回、じゃあ次回の検討会の時は論文とかのレファレンスを出させていただきます。はい、がん登録のデータに関してもよろしくお願いします。私は病理でそういうふうなことをいろいろとやってたんですが、それは1対1に近づくっていうのはね、思春期前だとホルモンの影響で、そういうふうなことになるっていうふうなことで、通説として論文として、はい、外国の論文で出ていたんですね。多分そうだと思います。ところがですね、日本でのデータを調べるとですね、はい、おっしゃる通りです。やはり女性にかなり多いっていうのは、はい、私自身もそう思いますし、はい、がん登録の方でもそう思います。ただしがん登録で出されているがんっていうのはですね、その実際にクリニカルにマニフェストしたがんですから、今回のやつとそれを完全にこう比較していいかどうかっていうのは少し疑問な気がしますけど、おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。はい、他にご質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ、2列目の5番目の男性の方。毎日新聞高木と申します。先ほどから出てますが、そのがんの把握漏れの問題ですね。県庁の方に伺いたいと思います。先ほど宿題で検討しますというお話だったんですが、今日の委員会では、出られた意見はみんなですね、がんはちゃんと把握するべきですよと、甲状腺の検診を受けてない人だって把握するべきものでしょというのが体制だったかと思います。で、改めて伺いますが、県庁として、これからきちんとそれを把握して公表していく、意図があるのか、それからあるいは今までにどこまで把握できていて、どんな数字が出てるのか、きちんと公表される予定があるのか、そこのところを教えてください。はい、今日の議論の中で我々が議論したのは、把握すべきだというのはその通りだと思います。ただ、その把握するためにはさまざまな手続きなり、根拠なり、予算なり、いろんなものが必要だと思うんですね。その点について県は検討しているというふうに私は理解したので、後ろ向きに県が答えたと私は思ってません。で、県がどう考えているか聞きましょう。県民健康調査課の鈴木でございます。こっちは分かっているもので、分かっている範囲でここまで来てますというようなことをまず出すというようなことはできないでしょうか。ちょっと今日ここで今すぐ出せって言われても無理だと思います。で、多分次の検討会なりですね、何なり新しく組織されれば、今の議論っていうのは、前向き、これからどういうふうにするかという話ですから、今おっしゃったように、今はどこまで分かってて、どういう可能性があるのか、特に18歳を超えた人たちの中で、先ほどやっぱり対象は検診を受けた人だけじゃないよねと、そもそも対象ってこうあるべきではないって話も出ました。ただ、どうやってつかむのかって話について言えば、これは相当の議論が必要です。ですから、場合分け、問題分けをした上で、どういうふうにしていくかということは、想定をして考えていくことになると思います。私はそう理解しました。それで問題ないですよね。はい、そうです。県の方も、今の座長の、お答えでよろしいのですか。一応とはっきり声を出す。そういうふうに理解しております。はい、ありがとうございます。はい、次よろしいでしょうか。じゃあ、それから3番目の方。雑誌科学の田中です。今日の議論の中で出てきたことで、もし座長が持ち帰って検討するっていうふうに言われた中に入っていると思うので、そのことを確認したいんですけれども、今日の委員のからの意見の中でですね、あらかじめ放射線影響を把握するための実験のデザイン、検討のデザインをなされているべきだっていう趣旨のご意見あったと思うんですね。で、それは、星座長が持ち帰って県なり議題にお伝えしていただくっていうものに入ってるんですよね。あらかじめというのは、どういう意味で私が言ったというふうに、ちょっと私あらかじめ、他の方がそういうご意見があったこの、放射線影響を把握するための、検討のデザイン、研究のデザインというものはあらかじめ持ってるべきで、後からその後付けでですね、考えるというのでは間に合いませんねっていうご意見だったと思うんですけども、それはどの文脈でしたかね。ちょっと待ってください。どういう文脈ですか？市町村の1市町村に分けるか4つに分けるかっていう話をしていたときに、つまりそのきちんと切り方とかですね、研究成果とかを事前に決めておかないと、恣意的な分析だという批判を受けることになるでしょうと。だからきちんと事前に研究成果を決めることが大切なのではないですか、これは考えてくださいねっていう話があると。あ、なるほど、事前にと言われてもですね、なんて言いますか、公表していく際にはもちろんそういうことになるんだろうと思います。ですからちょっとどこまでどういうふうに私が理解しているかといいますと、少なくとも、今から被爆線量を、甲状腺の被爆線量を今から測るというのはできませんから、そういう事前にっていうふうなことを言われるとちょっと違いますが、これから先、どんな捉え方をしていくのか、どんな公表の仕方をしていくのか、どんなふうに評価していくのかというのは当然、恣意的に取られる、あるいは何か隠しているように見られるのは本意ではありませんし、そうすべきではないと思ってますので、合わせて検討することになると思います。はい、すいません、ではどういう分析するかっていう、そのプロトコルというか、手順みたいなものがあらかじめ検討されるっていうことでいいんですか？それは明らかにしてください。甲状腺評価部会の方で、具体的な議論をしていただくことになると思います。で、出されてるデータで誰も見せないで、俺たちがデータ分析したらこうだからこうしろよっていうような話には少なくともすべきではないと思いますし、その意味ではきちんと事前にというのは事前になるかもしれませんが、きちんとそういうプロセスについては表示するべきだし、あるいは後追いの研究が可能なようなものでなければおかしいと思いますので、それは当然科学性という意味では担保されるべきだと思います。はい、はい、質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ2項の一番後ろ4列目。NHK の斉藤と申します。よろしくお願いします。甲状腺がんの症例の把握についてなんですけれども、まず今日、いろんな議論があって、座長は、前向きに受け止められているとおっしゃられましたけれども、そもそもこの問題、劣悪の問題については、2年前の部会からですね、当時の鈴木先生が、福島県立医大の先生がご指摘をされて、ご指摘を受けて劣悪で報告することになると思いますというところから始まっている問題であって、今更ですね、検討をこれからしますということ自体が少しおかしいのかなと。2年前にも指摘を受けて、県立大の責任者が別枠で報告することになると思いますと言っていたことを受けて、何をされてなかったのかなというふうにちょっと感じるんですけれども、まず県側の方のご見解をお聞かせいただけますか。すいません、その前に私の認識は2年前の鈴木先生がおっしゃっていたことが今回のこの把握漏れの話とは全く同一のものとは私も理解してません。申し訳ない。そうじゃなくて、彼が言っていたのは、私がもし間違ってたら訂正してほしいですけど、私が受け止めていたのは、要は検診の結果として出てきたもので直接把握できたものはについてはこの研究の枠組みの外ではあるけれども、きちんと把握すべきだというふうに私は理解してました。ですから、今回漏れたものが全く検討されずに出てきたもので、今回それがおかしいというふうに言われると、ちょっと私の認識が違っていたので、もしそれが違っているとすれば、私は大きな問題だと僕も今思いますが、県の、少なくとも医大のその時の鈴木先生の発言の真意について、もし何か分かることがあるなら、私にも教えてください。県民健康調査課の鈴木です。劣悪という報告につきましては、甲状腺検査とは別という意味で、発言されたものと解釈しております。議事録を見ていただければ、あの時は通常診療、保険診療に回った場合というふうに明確に質問を受けて、その場合は別枠での報告ということを先生おっしゃられてたんですけれども。別枠というのは私もそういう意味だと思います。保険診療の枠組みに移った後で把握できたものについて、だからそれが完全に検診の連続性の中で断たれたものを、広く全て含む概念でね、今回の問題はもしかしたら検診の後の一部のそういうブランクがあってということで、もしかしたら当時鈴木先生が想定されていたものの範囲の中なのかもしれませんが。私が今回議論してそうだよねという話に至ったのは、そういうものだけじゃなくて、要は検診の枠組みからもの外のものも含めて、もし把握をする必要があるのであれば、その方法面も含めて議論すべきだというふうに私は理解したし、今日はそう発言したつもりです。おっしゃられている通りだと思うんですが、そもそも資料7に経過診察のために保険診療に移行した場合に診断された場合というのが一番上に乗っかっていて、そもそも今回の報道自体がそういう報道だったと思うんですね。でその報道を受けてこういう図自体が、変わると、これまで延々使われてた図自体が変わってしまうということが、非常に2年間、放置をして、報道をきっかけに変わってしまうということ自体が、この検査、把握の信頼性というものを揺らいでるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、座長、その辺の危機感というか。その辺は私どものがなんて言いますか、この甲状腺検査の中でこの県民健康調査としてやるべき範囲のことっていうのは、まさにここに黒いところが書かれているところですね。でそれ以外に、がんとして見つかったもの保険診療に移行しているけれども、それはやはりきちんと報告されるべきだと、それは評価につながるんだから、そこまではそうだと思います。ただ、さまざまな漏れがあるということについて、それをどうするのかというのは、やっぱり枠組みを超えての議論になりますから、もちろん当事者の理解や関係する人たちの理解、そしてそれをどういうふうにして、汲み取っていくのかというようなことについては、制度そのものを考えなきゃいけない、これは検査のこの県民健康調査の枠組みでやるのか、あるいは調査ベース、お願いベースでやるのか、県が先ほど言ったサポート事業を拡大するというような形のやり方、いろいろあると思います。ただ、そこに気づいて、今これから変えようということですので、これまで何か放置をしていて、行動があったから慌ててというふうなことは、私は当たらないと思っています。ただ、そういう批判があるんだとすれば、甘んじて受けますが、あえて私が申し上げたいのは、これから先、そういうことを把握していくということの必要性について、少なくとも今日の検討会の中では、皆さん、そういう前向きの意見でしたので、さまざま、もちろんあれはあると思いますよ、なんていうんですか、障害はあると思います、プライバシーの問題、さまざまあると思います、しかし最大限できる範囲については検討するべきだと思います、そのためにきちんとした議論をすることはお約束をします。はい、といって、ちょっとデータ、よろしいですか。すみません、通常診療に回った方で、そのまま診察次回です。難問も質問されますと。月額については部会長が当時報告を受けておられたので、第5回の甲状腺評価部会の春日委員に対しての鈴木俊一先生の部会長に星座長ではなく報告を受けられたのは部会長なので。先ほどの質問を星先生も答えているので。でもそれを座長でそれは星。すみませんルール守りましょうよ。ね、僕にルール守れって言うからルール守りましょう、お互いに。今の発言はちゃんと許可を受けて発言をして、マイクを取ってみんなに聞こえるようにやってください。そして私が受けて清水先生をお願いするから、そうしますから。わかりました。はい、質問ある方よろしいでしょうか。じゃあこちらから4番目の方。すみません、フリーランスの件ですけれども、ですね、まずちょっと質問の前に、依頼の今日の説明の仕方にちょっと要望なんですが、甲状腺検査のデータの発表内容の変更の件、それから二次検査の受診率、男女比等、重要な問題に関して、今日も委員会の中でも出てましたけど、資料を出さずに口頭だけで説明するのは、これはちょっとルール違反ではないかと思うので、次回から、ぜひ改めてください。で今日の件に関してもぜひ紙ベースで資料を出してください。いきなり口頭でバーバーと説明されてもですね、傍聴している人たちも分かんないと思いますし、我々も把握するの難しいですので、これはぜひよろしくお願いします。これは要望です。それから今日のその地域別の発表をしないという件なんですが、ガイドラインで平成23年版というお話を今日されてましたけども、これガイドラインその後27年版まで何回か改定されてるんですが、なぜ最新のものではなく当初のものにしているのか、ちょっと理由を教えていただけないでしょうかね。それと合わせてこのガイドラインの中でも事前の同意があれば公表は可能というふうにきちんと明記されているので、先ほど最初のアープラネットの方の質問からあったように、要するに同意の確認がきちんと取れるのであれば、これは次回の検討会を待たずにすぐ出すべきデータだと思うんですけども、その辺どうでしょうか。何のガイドラインかよくわかりませんが、何のガイドラインの話をしたんですか今。いや、結局今の話も大鶴先生が口頭で説明していたんですけど、レセプト情報特定検診等情報の提供に関するガイドラインって厚労省のものですね。はい、そういった時はわかります。ですね、今の話は、なんですかね、匿名性の確保という観点からして疑義が生じたということについて、こういう形で報告したいということで、本日報告をいただきました。我々検討委員会としてはそういう報告を受けるということで、合意していただきましたので、今回はこの形で受けます。2、3、9、1にどうこうとか、早くに紙でよこせっていうのであれば、先ほど答えたところ同じ答えですので、もう一度答えますが、私どもにもう一度検討会の時にはきちんと紙ベースで説明をしてもらうようにしたいと思います。で、その際、市町村別云々ということについては、きちんと議論した上で受け取りたいと思います。で、何か追加があればどうぞ。なぜ27年版ではなくて23年版で。それは分かりません、ごめんなさい。大鶴先生が何か意図を持って言っているのであれば、おっしゃってください。実はそれは意図があっただけじゃなくて、最新版もまた確認させていただきます。すみません、最新版に人口2000人という記述はあるんでしょうか、確認ですけれども。確認させていただきます。いや、確認させていただきますじゃなくて、先ほどご説明をされたわけですから、それは答えてくださいよ。ここでそれをね、確認するって言っても3ヶ月後じゃないですか。ちょっと今手元にないので確認できないですけども、それおかしいですよね。でそれごめんなさいね、ちょっと長くなって、ちょっと星田署にも今のお話、検討会では今回のやつを受けるという話ありましたけれども、そもそもの説明が間違っている状態のデータを今回受けるというのは、それはおかしくないですかね。でしかもそれを出すって言っても3ヶ月後じゃないですか。申し訳ないですけど、私たちはその説明を受け、データの提供を受けて、でその上でどうしますかという話をして、で市町村別にといった意見もある中で、今回はこの形で受けるということをしたので、説明に虚偽があったり間違いがあるのであればあれですけれども、それにしても場外でいろんなことをするということではないと思いますので、正式にきちんと整理がついた上で報告を受けたいと思います。ちょっと1点だけじゃ確認です。今後も間違った説明をその場であったものに関しても、その場で確認ができない場合、やっぱり3ヶ月後というふうに先延ばしになっていくわけですかね。それがどういう意味を持つのかよく分かりませんけれども、事前の説明なしに我々もデータをいただいております、申し訳ありません。そしてその上で我々も限られた時間の中でやり取りをさせていただく、それも同じだと思います。ですからそこに誤りがあるかどうかと見抜けないこともあるかもしれません。しかしきちんと我々も責任を持ってその責任を果たすつもりですので、何も3ヶ月後になるからどうこうという話では私はないと思います。一つだけじゃあ最後にします。これ3ヶ月後にしなくても、委員の方々常々ですね、常々かどうかあれですけれども、メールで連絡を回覧して、連絡を取り合うことがあるわけですよね。そういう中で、こういうものは後で公表すればいい話で、議論をして、すぐに公表するということには、これはならないんでしょうか。検討会その後の進め方についても、さまざま議論があると思います。それについては今日はお答えしませんが、そういう意見があるのは聞きます。ただ、こういうふうになってきたのに、いろんな背景があって、こうなっていますので、私が個人的に何がどうだ、これはこうするべきだというようなことを申し上げる気はありませんし、今後、新たな組織ができて、議論していく際には、そういったことも一つのポイントになるのだろうと思います。会そのものの進め方や、情報の提供の仕方、事前の資料の扱い方、その他、今までずっとこうやってきたこと、今あります。で、これについて私も意見がありますが、今後、もう一回仕切り直しをする時点においては、そういうことも考えるべきだと私も思います。他に質問のある方よろしいでしょうか。3列目の女性の方。フリーランスの服部と申します。よろしくお願いします。国連の科学委員会の白書で2回にわたって福島における甲状腺がんは被爆影響と考えられないという発表もありましたので、そろそろ甲状腺がんの検査による影響についての議論をする時期なんじゃないかなって考えております思うんですけども、検査の在り方について質問させてください。県民のプライバシーとか、あと県民の実際の生活への影響を考えて詳細な地域を出さないという判断がありましたけれども、そこから派生しまして、放射線被爆と甲状腺がんの因果関係を解明することと県民の不安に寄り添うことの2者を両立させることが難しいという委員からの意見がありました。で、子どものうつ傾向も K6 の13以上は全国平均の倍以上っていう状況ですので、検査を受け続けることによる子どもへの精神的な負担、不安を煽るという可能性があるのではないかと思っております。自殺の増加などの問題もありますよね。で、委員からも一瞬お話出たんですけれども、検査を全ての県民じゃなくて、不安を感じている人とそうじゃない人に分けて実施するという方向になる可能性は考えられないでしょうか。ありがとうございます。考えられないでしょうかって、僕、考えられないことはないんだろうと思いますよ。全てのことを考えるべきだと思います。で、今おっしゃっていただいたような、その受けることによる不安ということについては何度もいろんな方が指摘してくださっています。で、これを無視して結果を出すためにですね、何も以外受けろというような強制化はできないだろうし、これは常々私も申し上げていることです。ですから今後、もちろん検査のやり方、今後の進め方については、なんていうんですかね、無駄を持って望むべきではないと思いますし、さまざまな方の意見を聞いて、きちんと議論していくべきだろうと、やはり思っています。ただ、急激に舵を取ることが可能かどうかということもありますし、それによる影響を考えなきゃいけないので、軽々にこうすべきだ、ああすべきだということにはならないと思いますが、そういう意見があることは承知してますし、それはきちんと聞くべきだろうと思っています。ありがとうございます。はい、他に質問ある方はよろしいでしょうか。2列目の一番端の方。すみません、フリーの和田と言いますが、ちょっと県にお尋ねしたいんですけれども、3月の報道で明らかになった4歳以下の甲状腺がん患者が判明した件については、県はいつそれを把握されたんでしょうか。もう今日の話ですかね。それはちょっと分かりません。県の方で答えられればどうぞ。県民健康調査課の鈴木でございます。4歳児の症例については、診療情報に当たりますので、県としては把握しておりません。医大から報告はなかったということですか。あくまでも報道ベースで知られたということですか。報道を見たということでございます。はい、他に座る方よろしいでしょうか。であれば、去年の12月に、福島県知事に国際専門家会議の提言を山下俊一副学長らが提出してますが、その中で4歳以下の甲状腺がんが見つからないことから放射線の影響が考えにくいということが理由の一つに挙げられてましたけれども、それは、医大で手術してるわけだから、医大が知ってたわけですよね。それで、そういった提言を県知事にするということは、それは県民に対する背任行為になるんじゃないんですか。それに対して県は追及しないんですか。なんかちょっとよくわかりませんけど、なんかどうして背任なのか私には理解できませんが、県で答えられればどうぞ。検討委員会でも説明しましたように、診療情報に当たる部分ですので、把握しておりません。いや、そういう質問ではなくて、追加していただいてよろしいでしょうか。すみません。医大が4歳以下のがん患者を手術しているということを、12月より以前に把握しているにもかかわらず、県に4歳以下の甲状腺がん患者がいないから放射線の影響はないというふうな、提言を提出しているわけですよね。それは要するに県も預かれたってことなんですか、医大か。どう答えるんですかね、よく分かりません。本当申し訳ないですけど、まさに診療情報の開示の問題と報告の問題について、まさにこれからどうするのかっていうような議論だろうと僕はそう思ってますが。これからそういうデータなりそういうことをできるだけ把握していくということの端緒になったというのは事実でしょうから、そういうふうに受け止めたいと私は思います。すでに把握してたのに、それを12月の時点で県知事にそういう提言書を出してるっていうのはどういうことなんですか。まあ、ちょっとその提言書の話は、まあ、今回県に聞かれてるから県が答えるべきじゃないですか。そうですか。聞かれてませんよ今。いや、私が預かることになってますからね、すいません。で、県に言ったら県は診療情報だからとお返して、で今また来たので私はそうですって言っただけの話ですけどね。だからルール守ってくださいっていうのは僕も守ってますから、ルール守りましょう。お願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ県答えてください。はい、県他に語えることがあればどうぞ。今社長から説明があった通りでございます。県はあくまでも医大が4歳以下のがん患者を把握してたにもかかわらず県に報告しなかったっていうことは放置するってことなんですね。責任追及しないんですか。今日議論いただいた上でどういうふうな調査をするかというのはこれから検討してまいりたいと考えております。はい、他に時間がなくなってまいりましたので、最後の質問にさせていただきたいと思います。まだ質問されてない方、じゃああちらから2人目よろしいでしょうか。「報道ステーション」の平尾です。私も甲状腺がん症例の把握についてお聞きします。今日清水先生もこういう数字が明らかにならないと空論になりかねない、事実が分からないのは何のためにこういう検討委員会やってるのか分からない、そこまで重要な話だと思います。そもそもこの検討委員の健康調査の仕組みで経過観察になった後に次回検査までの間に、発症する可能性は容易に考えられる話で、それが保険診療になったからといって同じ、先ほどの方と同じですけど、県立医大でやってらっしゃる方々、支給されている方々の数字が出ないということは、論理的におかしい話で、それは皆さんの、清水先生、もしくは星田町、他の委員の方、これは知らなかったんですか、いつ知られたんですか、この大きな数字が隠れているということについて、空論になる可能性があるほどの数字、大事な話だと思います。それ少なくとも星先生と清水先生にはお聞きしたいです。知らなかった、いつこの前の報道で知ったんですか。私は報道で知りました。で、ただその報告をすることがその義務だというのは何に基づいて報告するのかっていうのはちょっと私は理解できていませんが、今回そういうルールを作っては風味を作ってもらわないようにしましょうという端緒になったというふうに認識してますし、それを今後も集めなくていい、見向きもしなくていいなんて言ったつもりではないので、今後についてはそういうふうに私は考えています。ですから私からお答えとするとそういうことです。清水先生、何かコメントがあればどうぞ。私も報道で知りました。関連です。そうするとですね、もう中間報告とか座長を抱えてますけども、4歳児以下云々の話、あれは検討委員会の発表でもいわきの方で1人出てますね。でその後この前の報道で4歳児以下の方が経過観察で出てらっしゃると、他にも出てる可能性ありますね。そういったような現実的な医大が持っているこのフローチャートでいうと、経過観察中に発症する可能性なんか科学者なら普通にあるという思うべきで、それが 別扱いになっていること自体が論理的におかしい、検討委員会のあるべき姿と全然違う。それで清水先生も今日発言があったと思いますけども、やっぱりそれは事実をつかむためには検討委員会が存在するべき意義としてね、星先生も一例おっしゃってる被爆の影響があるのかないのかにはプライバシーの問題あると思います。でもそれは全て検討委員会の中で処理されている今のところ、それと同じ仕組みじゃないですか。県が今、県立医大が経過観察だからって言って出さなかった内容と、そのプライバシーの問題はもう解決されてるはずです。同じ話ですから、経過観察でやってるだけですから、少なくとも4歳児以下が何人ぐらいいるのか、もしくは何十人オーダーでそういった隠れた数字が県ついてないにあるのか、それは早急に、検討委員会として把握されてほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。同じ枠組みじゃないかと言われてますけれども、我々との与えられた範囲というふうに私は理解しないで今まで来ています。少なくとも私は。それで今回の話を受けてですね、まあ、皆さんのご意見も伺いました。それでやっぱりそういうものも把握する必要があると。これから先、まあ、できるだけ漏れなく正しいプライバシーに配慮した上で集められるもの、そして嫌だというものを無理やりというようなことでない枠組みで、どんな枠組みにすればできるだけ多くの人たちのそういうものをこう拾い上げられるかということについてしっかりと検討したいと思います。そのことは約束しました。そのことはこれから先きちんと議論することになりましょうし、そのデータを含めて分析をしなければ意味がありませんという発言もありました。私もそう思います。従いまして今後、きちんとその評価をしていくという際には、不可欠の条項の一つとして取り組んでいくことになると思いますので、これまでのことについて、非難を受けるのは、なんていうんですかね、仕方がないと思います、甘んじて受けますけれども、これから先、そういった議論をするということについては、お約束をしましたので、先ほど言った通りでございます。はい、ありがとうございました。事前に申し上げました、終了時刻となりましたので、本日の検討委員会の記者会見を終了させていただきます。すみません、ちょっと先ほどのガイドライン、厚労省のガイドラインの件で、一番新しい28年度版に関しては、28ページに最小単位の原則で人口2000人未満の市区町村等では患者等の数を保持しないとなっています。以上です。以上で記者会見終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。